こんにちは皆さん。13日の金曜日というのはとても変わった日です。僕自身よくわかりません。子供たちはこぞって幽霊や悪魔に化けて、テレビでも子供に良くない気持ちの悪い番組ばかりやってます。これからの45分がその典型。まあここのリスナーは平気だけど、今日のお話は大げさでなく本当に怖いんです。まあやだね。先にお断りしておきますけど、もしお宅に怖がりのお子さんがいるなら絶対に見せないでね。じゃあそういうことで。あと15分で安心か。どうしよっかな。なんかモチベ叩き上げたんよな。ホラー映画でも見るか。ピース、みんなライフ楽しんでる？二次三次所属ライバー伏見ガクス、サクッとガクって呼んでくれよな。つうわけで始まりましたこの配信。いつも何をしてるかっていうと、みんなで内臓をむさぼる配信をしているんだね。なのでもし腹綿を用意してくれてるそこの君は、もしよければモツを持参して手元でちぎって持ってきてもらって参加してもらえたら幸いだぜ。さあ今日はね、3月13日の金曜日ということで、若干幸運な曜日ではあるんだけれども、まあね、朝っぱらからその幸運な感じを背負っていただきたいと。この朝のね、配信を聞いてもらうも幸運な気持ちとかね、やったなっていう気持ちをすべてサバトに込めてもらって、まあこんな朝っぱらからね、食材を感じる人はいないと思うんだけれども、どうだみんな、今日したとか引き抜いたか、罪人とか、そういう閻魔的な拷問とかしたか？今日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いしますっすよ。さあ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 、みんな、思う存分好きな臓物持ってきてくれたか？もう朝ごはん持ってきてなかった。そこの君はね、そこら辺にいるね、野良犬でもね、撃ち殺してもらって、爪でね、好きなようにしてもらっても構わないんだけれども。あ、初見の人がいるから説明しておくけど、毎晩6時45分に、あ、時間的にはそうだね、いいよな。毎晩6時45分に、配信をさせてもらって、6時55分にみんなで、いただきますをさせてもらって、ね、食事を食べる配信をしてるんで、もしよければ、ね、シリアルキラー、そして、ナチュラルキリングな、その子の皆さんも、もしよければね、人間を調理して参加してくれよな。飼い犬とかはダメだぜ。許可されている、政府で認知されている、ね、そこら辺の犬をね、そう、引き裂いてもらって、そう、認可されているものはね、食べても大丈夫なんで。あ、歯持ってきたの？素晴らしいな、腹詰めてもらって。ね、美味しく食べてくれよな。お目々美味しいよねと。目は俺あんま食ったことないんだよな。血のミックスジュース素晴らしい。ヤギの血とか入れると美味しいらしいしね。食べるの許可された子供探してきます。正直、脱法肉の方がうまいけど。いや、脱法肉の話したらまずいんじゃない？いや、犯罪だしね。あ、というわけで、6時55分になったんで、みんなで、いただきますをしたいと思います。というわけでね、いただきます。準備してもらって、ぜひとも。じゃあ、みんなで行くぜ。いっせーのーせ！いただきます。よーし、食べるか！いや、久々に食うのたまんないよなぁ。というわけで、こっからはね、巡回させてもらいつつやらせていただくんで、よろしくお願いします、先生。あ、イチゴなんだね。地下と思った。美味しそうなんだけど、あれだね、グロテスクさも欲しいよな。ありがとうございます。うまそうなんだけどな。あ、かっこいい俺がいるね。六道転生した姿かな。やっぱベーコンなんだよな。みんな何ベーコンが好き？やっぱ人？人肉食うってやっぱり稲荷神か？そうだよ。言ってなかったっけ？あ、申し遅れました。私、稲荷神社で神事をしております。伏見岳と申します。よろしくお願いします。礼儀正しくしないといけないっつってね、主様に言われてるんでね。抑えた。抑えらんなくなると、もう配信関係なくいっちゃうからな。ちょっと抑えた。みんなも抑えようぜ。ちょっと、巡回終わるまでは抑えようぜ。な。
あ、友達が見てくれるっていうので、モーニングコールしましたと。どんな友達？どういう関連の友達？どこまで遊びに行った？やっぱり、あれかい？身内の殺戮ショーとか見に行くぐらい仲いいのかい？そこまで行くとね、もうマブダチ感があるよな。血かかるところとかもうめちゃくちゃ人によっては嫌っちゃうもんな。はい、ポテトサラダにしました。足りないかなと思ってスープパスタを用意と。ハムはハートにしてみましたと。うわー、心臓じゃん！嬉しい！めちゃくちゃ緊張してくれてるじゃん！俺のカルマも高まってるぜ。これもしかして近々あるかもしんねえ。サバと、ありがとうございます。どれだけ俺のことを信仰してくれてるんだろう。ありがとうございます。カルマ背負ってくれ。背負いまくるよ。近々ね、執行の時が来るんでね、それまで待つんだけれども。大丈夫？ミサする？今はもう食欲を抑えて頑張ってる。というわけで、たくさん、はい、投稿ありがとうございました。お前らももう、我慢できないでしょ。行こうぜ、今から。狙い定め撃ち抜くぜトリガー、届け君のハート、ハッピーな笑顔にくるまって、向かうとこ敵なしさ招待、煽り煽られ結ぶ信頼。どうしよっかなー。今日の曜日が、13日だから、13日の金曜日。まあ、言うてなんもなんないでしょ。はい。というわけで、今日のハガクはいかがだったでしょうか？ね、めちゃくちゃうまそうな料理たくさんあって、正直お腹空いてしょうがなかったよな。最近みんな何やった？嫌な夢を見たと。大丈夫か？夢の中で狐様に会ったよと。狐がいんの？タンスの角に小指ぶつけた。痛いね。めちゃくちゃ痛いね。はいはいはい。時間おかしな夢を見たと。今日おかしくない？何？疲れてんのみんな。血が綺麗だった。はい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 。後ろの何？え？何？何？何もなくない？言うて家にいるの俺だけだからな。ガクン、血止め玉好き。ね、怖いんだけど。どういうこと？血止め玉好きって。後ろ？じゃあ、後ろ見ていいのか？振り向いていいのか？ちょい。こっち？どっち？わかんないわかんないわかんない。お前らがわかんない。趣味学がわからねえよ。俺だけを見てくれよ、じゃあ。彼女見えてるぞ。俺に対する当てつけかよ！はあ、笑った方がいいよと。じゃあ、塩まくか。パッパッつって。今、塩まいたんだけど、どう？大丈夫？消えた？なになに？人間を大切にした方がいいよと。まあ、そりゃそうだろうね。ね、俺のことをどう見えてるの？人間じゃないっていう風に見えてるのかい？はい、というわけでね、そろそろ配信の方を終わらせていただきたいと思います。帰ってきた？ん？わー！ぐぎぎ、骸骨になっちまったよ！というわけで、7時半になったんで、そろそろ配信の方終わらせていただきたいと思います。後ろの骸骨も大丈夫か？あ、OK ね。というわけで、この配信、最後の締めは、ティーボーン！きっとみんなに入るといいな、伏見。ガクした！じゃあなー！